7歳の娘は4歳の頃から些細なことでキレてきます。無視すると聞いてるのバカだの、押してきたり叩いてきたり、しつこく毎日パラを受けています。対処法があれば教えてください。扱いにくく毎日がバトルです。無視しないであげてください。相手をしてほしいっていう需要に対して、それが受け入れられないので、どうしていいかわからないので、叩くだったり物を壊すだったり切れるっていう形で、それをやると注目してもらえるんですよ。怒られるも含めてね。結局怒られるも含めて自分に注意を向けたいっていうのを、割と子供とか、まあ、大人でもそれ持つ人いるんですよね。要はなんか相手に対して嫌がらせをしてでも構ってもらおうとするみたいな。なので、怒られるっていうのも含めて、構ってもらおうとするっていうのになっちゃってるので、なので、無視すると結局エスカレートするだけなので、無視しないっていう、要は相手をちゃんとするっていうのをやってください。で、これが永遠に続くとマジめんどくせえってなると思うんですけど、7歳の女の子なんですけど、そのうち、あなたに構ってほしくなくなります。むしろ、構わないでほしいってあります。年頃の女の子は、どんどん離れて家族との距離をとって、友達ができたり、彼氏ができたり、で結婚して、もう二度と会えないっていうことになるので、なので、今のうちだけですよ、構って欲しがってくれて、構うと喜ぶのは。いくら自分が構っても相手が喜ばないっていうのは、あと数年の上に訪れるので、なので、今のうちに構って相手が喜ぶっていう、そういう親子関係を楽しむといいんじゃないかなと思います。いずれ人は死にますと。息子が先に死ぬとか、娘が先に死ぬってよくあるんですけど、子供って例えばなんか2歳、3歳ぐらいまで喋んないじゃないですか。でも子供を持ってる人って、じゃあ1歳、2歳まで可愛いとか言って可愛がるわけですよ。で、喋れもしないし、別になんかこっちがやったリアクションに対して返してくれるわけでもなくて、なんかたまにキャッキャって言ったりだけですげえ楽しいみたいな。なので、子供ってそこまで知能を期待しなくても十分可愛いと思えるものなんですよ。なので別に将来どうこうとか考えなくて、あ、普通に可愛いなと思って育てればいいと思うんですよね。で、まあ、例えば猫って5、6年で死ぬじゃないですか。でも猫みんな飼うんですよね。例えば人間の子供がさ、5、6歳で死ぬってなったらさ、すげえショック受けるみたいになるんだけど、みんなでも猫5、6年で死ぬのに飼ってるじゃないですか。でもその時飼う時って猫死ぬよねって思ってないじゃないですか。で、じゃあ猫と会話ができるかってできないし、じゃあ猫ってなんか餌あげる時以外寄ってこないし、でもなんか猫と暮らしてて楽しかったよねって話になるので、一緒に生活してる時間が楽しければそれでいいんじゃないですか。31歳男です。世間の親には感謝すべきという風潮が僕にはわかりません。母は母子家庭で3人を育てており、尊敬もしますし感謝もしておりますが、だから感謝すべきとは思わないんです。子供を3人を産むことを決めたのも母、離婚を選んだのも母、すべて自分の判断の上で行ったことを感謝しろと言われても、それは自分で選んだことじゃないとしか思えないんです。この考え方は間違えてるのでしょうか。別に間違ってないと思いますよ。ただ世の中って父親側、母親側とか、これから父親になる側、これから母親になる側がいるので、親には感謝するべきだという価値観を持ってた方が自分が得をするっていうのがあったりするので、なんか親とか年上には感謝をするべきだって言い張る人が多いんですよ。まあそれに反発するとそういう人たち嫌われるので、あ、そう考えるんだなこの人たちはって思ってスルーしとけばいいんじゃないかなと思いますけど、要は年上を敬えっていう人って大体年寄りなんですよね。